どうも、アナログホーローズです。よろしくお願いします。何ですか、今日。今日は我々のカメラ紹介をしたいと思います。田島さん、慣れてないんですよ。こういうのちょっと苦手で。帽子かぶってなくてよかったんですか。帽子かぶるとおじいちゃんになっちゃうから。とりあえず、僕らですね、このアナログホーローズの今までこう、いくつものですね、カメラを集めてきまして、今こうやって動画を投稿を始めれてる段階になってるんですけども、じゃあ我々のカメラをですね、どんなものを使ってるのかっていうのを、紹介していこうかなと思うわけなんですよ。ニヤニヤしそうね。僕らですね、VHS っていうこの企画のカメラを使っておりまして、要はビデオテープですね。なんか昔ちっちゃい頃とかにビデオデッキっていうのが家にあって、田島さん家にもあったと思うんですけど、こう映画とかドラマを録画したりとかするときに、こうでっかいテープみたいなのを実際に家で見てましたみたいな人も結構多いとは思うんですけど、俺らの世代でもあるんだよね。ギリギリなんで、要は VHS のビデオテープを使ったビデオカメラを我々は使っているわけなんですよ。これからその我々の機械を紹介していこうと思いますと。ということでね、1台目のカメラを紹介していきたいと思います。まずはこちら、パナソニックのブレンビですね。ね、はい、はい、そうです。アートは任せました。依頼受けましたんで、これからちょっと細かくですね、説明をしていこうと思います。これがパナソニックのブレンビ方になっております。これはですね、割と僕らの活動の中で早い段階に入手したカメラになっておりまして、1991年にこう発売された家庭用の、ビデオカメラ。そう、業務用ってなるとまたそのコードとかが普通に使えるようなやつじゃなかったりするんで、結局この家庭用を使うしかないっていう状況なんで、一番その時に使いやすくて、ちっちゃくていいよねっていうのを田島さんが集めてくれたっていう。軽いしね。このカメラのいいところ何ですか。やっぱ色味が強いですね。画面通した時に色彩がはっきりしてる特徴、俺らが他のカメラが悪いのもあるけど、その中にしては一番自分たちが持ってる中で色彩がはっきりしてるカメラがこれ。このカメラが僕らの持ってる中で一番時代でいうと新しいカメラになっておりまして、一番新しいのが1991年だよっていう。田島さんの着てる、今着てるシャツなんかもピカーって光ってると思うんで。何ですかその動きは。あれが見えたから思考が停止した。そんなカメラになっております。じゃあこれつなげて画質見てもらいましょうか。そうですね。ではじゃあちょっと振りお願いします。どうぞ。はい、こちらがブレンビーの画質ですね。いかがでしょうか。色味、さっき言ってた色味とかが結構強く出てるかっていうと、うちの今ここの家の照明が若干オレンジなのかな。そのオレンジが強く出てるイメージがあるよね。で、そういう照明とか光り物は特に強く。マジ珍しいな、これ。マジでね、今おかしかったんだよ、感覚が。一回さ、だって俺がさ、話してる時にさ、俺の方向いてさ、なんかニヤッとしてね。ねえ、静かよ。あれは何？わかんない。じゃあこのカメラで僕らの今まで撮ってきた動画っていうのが何かっていうと、何かありましたっけ。00? 00って言っても分かんないか。今の過ごし方、2000年代裏腹をテーマにしたスチャダラパーの暇の過ごし方っていう曲のタイトルをお借りして作った動画があるんですけど、それがパナソニックのブレンビーっていうカメラを使って撮ったやつですね。僕らの撮影の仕方としては、テーマの時代があって、その時代に合わせたカメラを使おうよっていう動きをしてるんですよ。ここが結構大向きに置いてると思うんですよね。そうなんで、その時はこのブレンビーを使ったと。じゃあ次のカメラ行きましょうか。続いて2台目、ビクターGRC7。 我々愛するビクター社ですね。これから登場するカメラは全部ビクターかな。そうだったね。このカメラは1986年のカメラになってまして、入手した後に
田島さんからなんか当時のビッグカメラの CM ね、に新発売の時ビッグカメラこれとかこれとかこれとか取り扱いしてますよみたいなやつに入っててうわー時代感じるわみたいなのが結構 AP だよね。このカメラの特徴は、特徴っていうかもうほぼ俺らのメインカメラっちゃメインカメラだよね今ある、うん、ブレンビの方だとジャイロっていうね、うん、我々がよく使うのはジャイロっていう機能がありましてこう手ブレ補正みたいなのがあるんですよ、うん、それすごい助かってるんですけど、うんまあ、このカメラにはそういうのがなくてですねまあなんか当時のカメラを使ってる感半端ないこの手ブレカクカクみたいにした手ブレが逆にいいみたいな、うん、まあだから特別そのすごいいい機能があるかっつったらもうこの時代になると、はい、ほぼもうホワイトバランスとか、うん、フェーダーがついてるな、はい、で逆光補正もあるけどほとんどダイモンドそうみたいなだからまあ歌ってシンプルな、うん、ザ・ビデオカメラいやいやまあ今の人からしたらザ・ビデオカメラが普通これじゃないから機能少なすぎって感じまあ僕らからしたらザ・普通のカメラって感じなんですけどまあ特別特徴のないただまあ時代古いんでちょっと画質悪くて白く映る感じじゃあこのカメラもちょっと見てもらえますかそうですねって言っても実は最初入りで使ってたカメラがこれなんですよこのカメラを使うとさっきの画質に戻るって感じなんですけどまあとりあえず見てもらいましょうかねはい、はい、じゃあ振りお願いしますレッツゴーはいこちらが GR-C7 の画質でございますこのカメラで言うと、まあ、代表的な動画で言ったらカラオケ PV も結構代表的なやつだ一番使ってるからやっぱり慣れてるしねあの不調がない目大きいなそうですねやっぱりこの VHS っていう昔のビデオカメラを使ってると急に電源がつかなくなったりとかファインダー越しに映像を確認しててもこうノイズが走っちゃったりとかして急に故障するとかっていうパターンがすごく多くて今使うとそれが意外とないのがこのカメラの感じですよね感じはまあ補強はしてるけどそうなんですよねだからまあ長持ちしてるカメラですよねねということで続いてのカメラいきますかそうですね、うん、続いてGR-C1 でございますビクターの GR-C1 いやこのカメラが我々最近入手しましてまあこれはもうね、有名なんで、知ってる人が多いんじゃないかな。Back to the future ですね。ドクがね、デロリアンを完成させて、現映像っていうかさ、試しの映像、これからタイムスリップしますみたいな映像を撮るときに、こうマーティに持たせたビデオカメラで、こう劇中で登場したよっていうカメラになっております。で、このカメラが、こう、特徴といったら、こう我々のよく使う、家庭用の、VHS のビデオカメラの中で最古の一番古いビデオカメラって言われてるっていうのがそうか多分一番古いやつです俺らが知ってるのはそれ1984年ですね、 ですねこれはもうコレクションレベルで、まあ、でかいし重いしこう持っても安定しないんでこう肩に乗っけるっていうイメージしやすいのは業務用のカメラとかそういう形だと思うんですけどまあ家庭用でも初代はこんだけコンパクトにできなかったからショルダータイプで出ましたよっていうまあ歴史を感じるねありますよねまあこれで撮影してると迫力なんかもすごいんじゃないか田島さんのこのツルツル頭でこのカメラを持って撮影してると結構怖いですからね怖いよまあ怖いですよじゃあこれの映像を見ていただきましょうどうぞということで、こちらが GR-C1 の画質でございますどうでしょう白いかねだいぶ変わった感じ確かにね7と比べると間違いないたった2年でめちゃくちゃ変化してるなまあこれがちょっと劣化してこの画質かもしれないしまあねそのカメラの状況はね本当の画質はわからないけどそうこのカメラで撮ったのは、僕が坊主に買ったこのカメラができたよりも前のとその時代からやってる場所で そうだね、撮ったっていうのもまたこう映像として、うん、いい映りをしたっていう、そうだね、ところですよね、あの映像っていうか、うん、
カメラの特徴としては、その光をすごい拾うんでね、まあ、それは田島が坊主にした動画を見てもらえれば、うわ光強くなると思うんですけど、使いづらい場面も結構あるんで、まあ、たくさん登場するかちょっとわかんないんですけど、個人的には好きです。雰囲気を出すには結構いい、世界観が出やすいカメラなのかもしれないなと僕は思っています。4代目、はい、おお。でかいですね。一番でかいかもしれないですね。ガリガリじゃないですか。なんか業務用かな、どうだろうみたいな感じで、とりあえず優勝してきたカメラですね。ということで、見てもらったら分かる通り、この画質です、まあ、いわゆるジャンクですね。で、機能もすごいんですよ、このカメラって。このカメラ自体で編集のカット作業とか入れられたりするんですよ、説明書曰く。超期待してつけたらこれです。これでした。まあ我々ジャンク戦ってね、カキなんですよね、ジャンクってね、うん、ジャンクの他にもいっぱいありますからね。今まで何個ジャンク買ってきたかって、多分僕が買った中では5個ぐらいか。本気とお金が必要なカメラ選びっていうのは、我々の、この活動として古いカメラを使ってるっていうところがまず一つ売りな部分であるんで、その上でこうちょっとね、我々の過去の努力がこういう風に出ますよと、ジャンクでこんな辛い思いしてますよっていう、こんな一応さっき出した3つがメインで使っていて、ジャンクもと戦いながら我々は共に生きています。この 3種類ですね、ビクターの GRC1 7、そしてパナソニックのブレビーの3種類でこれからも動画を上げていく形になると思います。各、さっきも言ったんですけど、時代ごとにこう映像と服装とかを合わせたりなんかして、そういう動画を上げていくんで、まあ大体80年代だったら GRC1 とか、まあ7とか結構使ったりしますし、90年代とか00とかの動画だとブレビーが活躍するのかなっていう感じですね。まあ、これからまたカメラが増えるかもしれないですし、まあ、もしかしたら照明とかもっとガチなことをやっていくかもしれないですし、それはまあ今後の我々の活動とか作品に期待していただけたらいいなと思います。本日の放送は終わりました。これから時の流れに飲み込まれるのはあなたかもしれませんね。記憶の片隅でお待ちしております。